コロラドスプリングスのダイナーの店内のバスコシア州、ベッドフォードのレストラン型ダイナー、チキンバーガー、クラシックアメリカンダイナー、フィンランドタンペレダイナーは、北、アメリカに特有のプレハブ式レストランである。特に、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、ニューヨーク州に多く、またアメリカ合衆国北東部や、アメリカ合衆国中西部の各地域で多いが、 米国全土及びカナダ全土でも見られる。プレハブ式ではない一般的な建物であっても、伝統的なダイナーの料理に類似する料理を共する、レストランがダイナーと呼ばれることもある。ダイナーの主な特徴は、アメリカ料理を中心とした幅広いメニュー、一見してそれとわかる外観、気取らない雰囲気、店内にカウンターがあること、深夜営業である。 ウースターランチカー社製のケイシーズダイナーはアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されているダイナーの起源は移動屋台である。世界初のダイナーは1872年にロードアイランド州プロビデンスにてプロビデンスジャーナル社の社員向けに温かい食事を販売した馬引きのワゴンであると言われている。ワゴンの所有者ウォルター・スコットは以前から 新聞社で働いていた、親しい印刷工たちに、家で準備したサンドイッチとコーヒーをカゴで売り歩き、収入の足しとしていた。1887年、マサチューセッツ州ウースターで、トーマス・バックリーが移動や対戦用車のランチワゴンの、生産を開始した。バックリーの商売は成功し、彼は、ホワイトハウスカフェワゴンで知られるようになった。1891年には、 チャールズ・パーマーが移動式屋台で最初の特許を得た。彼はナイトランチワゴンの名称でそれを登録。1901年までにファンシーナイトカフェとナイトランチワゴンをウースター周辺に出店した。フィリップ・デュプリーとアービン・ストッダードは1906年にウースターランチカー社を設立し、現在ダイナーと呼ばれる形式の店を アメリカ東海岸一帯に展開した。19世紀後半には、アメリカ東海岸北部で、座席付きのランチワゴンが現れ、高価な不動産を購入することなく、オフィス街で営業した。1925年までは、ランチワゴンという名称に比べると、ダイナーという名称はあまり使用されていなかったようで、ある。ウルスター周辺には、現在も多くのダイナーがある。 ニュージャージー州、ベイオンのジェリーオマホニーが最初のダイナーを作ったという説がある。同州、エリザベスのジェリーオマホニーダイナー社は1917年から1941年に2000点のダイナーを製造し、そのうち現在も営業を続けている店舗が国内外に20件残っている。席数の増加に伴いワゴンを製造していた業者の多くが、 プレハブ建築式ダイナーを製造するようになった。ランチワゴン同様に、プレハブ店舗に、組み立て済み建築材と設備を使用することにより、ダイナーの経営者は飲食店業をすぐに開始できた。ペンシルベニア州ウェルズボロの、1938年に、製造されたダイナーの内装。天井が局面である。世界強行まで。 ほとんどのダイナー業者と顧客は合衆国北東部にあった。ダイナー業も他の産業同様強行の影響を受けたが、どんな時でも人は食事をするものであり、高級なレストランよりも安価な料理を提供する。ダイナーは営業を始めるのにかかる費用も安いため、被害は他業種ほど深刻ではなかった。第二次世界大戦後。 経済が民主に戻り郊外が発展するとともに、ダイナーは魅力的な小規模ビジネスの企業対象となった。この期間に、ダイナーは都市部や小さな町といった本来の商業圏から郊外の高速道路沿いの土地へと広がり、バレンタインダイナーズのような製造業者とともに中西部にさえ達した。1970年代に多くの地域で、 ファストフード店がダイナーを駆逐したが、ニュージャージー州、ニューヨーク州、ニューイングランド、デラウェア州を呼び、ペンシルベニア州の一部では、個人営業のダイナーが今なお割合普通に見られる。この時期に新たに建ったダイナーは、これまで主流だったステンレス製の細長い流線型の、形状を捨て、大きな建物となったが、古くからのダイナー製造業者による、 プレハブ式のユニットを組み立てて建てられている。これらの新しいダイナーには、個人住宅に多く用いられる、ケープコッド様式やコロニアル様式をはじめ、多種多様な建築様式が採用されている。旧式の単一ユニットのダイナーは、長いカウンターと、小さなボックス席を持っていたが、現在ではより広い食事席、豪華な壁紙、ファウンテン、クリスタルガラスのシャンデリア、 ギリシャ式彫刻が追加されるようになった。古いプレハブ式のダイナーが普通の広報で増築され、元の構造がわからなくなるほど、新しい増築部に覆われたり、新しい外装を施されるにつれ、ダイナーという言葉の定義が曖昧になった。ダイナーと呼ばれているもののプレハブ式でなく、敷地に、普通の建築同様土台から建てられる店舗も、現れ始め、 これらのより大型の店舗はしばしばダイナーレストランとして知られるようになった。ニュージャージー州サミットのサミットダイナーは典型的な食堂車様式のダイナーである。トレーラーハウスと同様、初期の様式のダイナーは狭くて細長く、道路での移動が可能であった。これは定位置での営業を想定していなかった最初の本物のダイナーから受け継がれた特徴である。 ダイナーワゴンでない元祖ダイナーは実際の鉄道の食堂車であった。食堂車が太陽年数を超過した後に駅の近くまたは線路沿いの定位置に置かれ安価なレストランとして使われた。その後鉄道車両を製造するために設計された設備を流用して製造されたこともあり伝統的にこの大きさと形状が保たれた。初期の間取りでは サービスカウンターが内装の中心で背面の壁に調理エリアがあり、前面には床に取り付けられた客用の椅子がある。より大きなモデルでは前面の壁と後方にボックス席がある。装飾は時に連れ変化した。1920年代から1940年代のダイナーはアールデコの要素を取り入れたり、食堂車の装飾を模した装飾を施された。 外装は、放浪で、全面に天名が書かれたものやエナメルの帯飾り、縦溝飾りを入れたものが特徴である。多くは、筒型ボールとの屋根を持ち、タイル張りの床が一般的であった。1950年代のダイナーは、ステンレスのパネル、放浪、ガラスのブロック、テラ像の床、化粧板、ネオンサインの装飾を使用するようになった。 最近建てられたダイナーの構造は、これとは異なり、間取りはレストランに似ており、伝統的なダイナー設計の外観を保持するものの、他の特徴は失われている。ナイトホークス、エドワード・ホッパー、1942年、シカゴ美術館所蔵ダイナーは、幅広い性格の地元住民を引きつける場所で、一般には小規模企業である。20世紀半ば、 以降、アメリカの文化的多様性と平等主義の特質を反映する、非常にアメリカらしい事物として見られるようになった。エドワード・ホッパーの代表的な絵画、ナイト・ホークスは、深夜の孤独なダイナーと、その内部の客たちを描いている。テレビと映画の中では、ダイナーとソーダ・ファウンテンが1950年代のアメリカ白人社会の反映と楽観主義の時代を象徴し、 ティーンエージャーが放課後に集いデートに不可欠な場所として描かれている。テレビ番組のアリスはダイナーを舞台とした。ダイナーの文化的影響は今日も継続している。デニーズのようなフランチャイズも含む多くのプレハブ式でないレストランが1950年代のダイナーの外観を模して教習を誘いワッフルハウスはダイナーに由来する。 内装レイアウトを使用している。マンハッタンのダイナー、ムーンダンスダイナーは、ファストフードチェーンと同様の方法で、全国的で、誰でもわかる、ほぼ銀質な食事と会合の場を提供する。供する料理のタイプは、大体似通っており、特に狭い地域内ではその傾向が強く、価格も同様である。例外として、移民が多い地区では、ダイナーとコーヒーショップは、 地域の住民に好まれる料理をメニューに加えている。その一方でダイナーは、ファストフードチェーンと比べてはるかに個性が顕著である。構造、メニュー、及びオーナーとスタッフも、それぞれある程度の類似性はあるが、厳密に標準化したフランチャイズチェーンやフランチャイズレストランより、はるかに多様である。ダイナーは、特に都市部では24時間営業することが多く、 バーやナイトクラブと並んで、都市文化に不可欠な要素となっている。多くのダイナーは、昔から24時間創業する工場の近くで営業し、夜勤労働者を主要な顧客としていた。ブルックリンの小さなダイナーダイナーでは、ハンバーガー、フライドポテト、アメリカンクラブハウスサンド、グリルドチーズサンドイッチ等、いわゆる一般的なアメリカ料理をメニューとして、 提供する。初期のダイナーがグリルで提供できる料理を主としたことから多くの料理は焼き物である。オムレツを含む卵料理、ワッフル、パンケーキ、およびフレンチトースト等の朝食の料理を売り物としていることが多々あり、これらの朝食料理を1日中提供するダイナーもある。多くのダイナーにはカウンターの後ろにデザートのショーケースがある。 新しいダイナーでは回転するケースでデザートを陳列するのが一般的である。イギリスの労働者階級向け安レストランのように典型的なアメリカのダイナーは多くの揚げ物やグリル料理を供する。例えば目玉焼き、ベーコン、ハンバーガー、ホットドッグ、ハッシュドポテト、ワッフル、パンケーキ、オムレツ、フライドチキン、ソーセージなどである。これに副菜として しばしば、ベイクドビーンズ、フライドポテト、コールスロー、トーストが添えられる。ライナーでは、その地域独特の料理を提供することがある。ギリシャ、マケドニア及びアルバニア系移民によって起業されたミシガン州と、オハイオ川流域のコニーアイランド式レストランでは、コニードッグや、ギロピタ、シシカバブ、スブラキ、サガナキ、グリークサラダなど数種のギリシア料理を供する。 インディアナ州では豚ヒレ肉のフライのサンドイッチがメニューにあることが多い。北東部では魚介類に重点が置かれ、メイン州では貝のむき身と小エビのフライが一般的である。ペンシルベニア州ではチーズステーキサンドイッチとスクラップルがほとんどのダイナーの定番である。南西部の州では玉ありが定番である。米国南部の定番料理には グリッツ、グレービーがけビスケット、チキンフライドステーキがある。ニュージャージー州では、ポークロール、卵とチーズのサンドイッチが定番である。コーヒーは高品質とは言えなくとも、常に販売されている。アルコール飲料は通常販売しないが、ビールと安価なワインを提供するダイナーもある。アメリカのダイナーで、一般的なデザートはパイで、特にアップルパイ及びチェリーパイであり、 ショーケースに陳列され、注文に応じてカットされる。料理は通常かなり安価であり、最低賃金でも1時間から1時間半分の給料で、サンドイッチ、副菜、飲み物からなる、ちゃんとした食事が取れる。ダイナー業界はいくつかの民族から強い影響を受けている。大多数のダイナーが、ギリシャ系アメリカ人によって経営、または営業されており、特に、 ニュージャージー州、ニューヨーク、ペンシルベニア州、コネチカット州で顕著である。ポーランド人、ウクライナ人、および東欧ユダヤ人に代表される、東欧系の経営者によるダイナーも多い。イタリア系アメリカ人も重要な存在である。これらの影響は、ギリシャ料理からムサカ、スラブ料理からブリンツ、ユダヤ料理からマッツァーボールのスープ等といった民族料理が、 ライナーの定番メニューへ加わったことに見て取れる。ありがとうございます。